どうもこんにちは、K です。今日サビ一発目のテーマは、胸派、尻派、足派。これ前もやったよね。6胸、4尻って言ったじゃん,、うん。まあ足入れると変わってはくるけど、まあ胸ですよ。僕は、うん。ただ、前はね、本当に学生時代とか、じゃあ20代前半とかさ、まあああいう時って、もう胸10、その他別に、みたいな。いや、もうお尻もなくていいし、足も細ければ細いほどいいし、みたいな。まあ、そんな感じだったの。うん、なんだけど、 やっぱ年齢を重ねて、自分の感覚も大人になり、で、まあ、要は、ね、あの、交流するっていうの絡む相手もさ、大人になってくるじゃん。同世代も大人になってくるし、まあ、僕はその、ちょっと年上の人たちが多いから、周りに、そういう人たちはより大人だしって。そうなってくるとね、まあ、自分の感性的にも、お尻とか足に魅力感じてくるようになるし、感じさせられてると思うんだよね。やっぱ大人たちってなんかそこの魅力ぐっと出てくるのよ。 なんか、なんかわかるその、若いさ、じゃアイドルとか見ててもさ、まアイドルをそういうとこで見るのってあんま良くないかもしんないけど、あんまお尻とか足ってそんな見ないっしょ多分。多分ね。でも、これがじゃ逆に、なんか、うん、わかんないけど、30とか35とかの、わ、う、かんない女優でもなんでもいいけど、そういうような人とかだと、うわ、ん、なんか足いいな、とか、なんか思うじゃん。ちょっとキモい会話だけど、なんかわかるでしょ だから、大人になってくるとそこあるかな、っていうのはあって、徐々にパーセンテージはね、そっち上がってきてるんだけど、まだ胸かな。やっぱオフってなるもんね。その、お尻と足で、うわ、オフ、て、て、てるさん、みたいになんないもん。うん、なんない。でも、胸は、オフってなるから、やっぱ胸かな。あ、筋肉な。 筋肉の話だから、これ。あの、筋肉の、その、美しさというかね、やっぱ、胸熱い人でかっこいいよねっていう。そこだから、お尻の筋肉ある人とか、太もも競輪選手みたいなさ、やっぱ、かっこいいから、うん、やっぱ、ああいうのかなっていう話だからね。はい、次。えー、先日の美容つながりなんですが、熾烈強制してますかいや、してないです。あの、興味は間違いなくあるんですよ。あの、見える範囲でいいから、前歯とかの、強制やりたいなって思うんだけど、まあ、金額と、 プラス、時間もかかるじゃん、あれって。で、私生活もさ、ちょっと、出るでしょ、師匠その、裏側に入ったりすると。喋りにくかったりとかするとかって聞く、聞いたりとか、なんか勝手な情報だけどさ、うん、するから、なんか、ど、どうなんだろうな、とか、なんか、考えちゃって、ハードルが高いんだけど、まあ、やりたいのはあるね。うん、まあ、次もしなんかそういう美容系でやるなら、うんまあ、歯かなぁ。 ハカあとはまあね、30代とかも近づいてきてるし、まあ例えば髪の毛とか、まあ,あの AGA 治療とかさ、まあ発信してる人とかもたまにいたりするけどさ、まああれのいわゆる予防するやつあるじゃん。あの、飲み薬とか塗り薬ってなんか2種類あるでしょ攻めと、えっ、ー、と、守りと。だからその守りの方ぐらいは、やっとこうかな、みたいな。だから髪かハカかな。確かに次だったら僕ね、 肌はね、ほんと親に感謝というか、そう、なんか、まあもちろんね、その、シミがとか、垂れてきたりみたいなのは今後年齢で出てくると思うけど、あんまりこう悩みはないのよ。ニキビが、だーとか、うん、なんかあんまりなくって、そうだから、どっちかっていうと、うん、そこかな髪と歯。うん、まあどっちもね、時間かかるものだからね、あの、早めにやって、多分そうはないと思うんだけど、っていう感じかな。うん、歯はまだやってないです。興味はあります。はい、次。 次はこの夏したいことありますか私は暑いので引きこもりたい。まあなあ、そうよな。最近暑いし、なぜかなんかゲリラ豪雨みたいなのって超ジメジメするし、最悪だもんね。うん、まあ確かに引きこもりというのはわかるけど、俺引きこもりだから、週7あったら週5、6家にいるから、うん、あのー、出たいんだよね、外に。で、それで言うとキャンプ、まあキャンプというかなんか、自然なとこに行きたい。うん。 うん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 。あの、奥多摩みたいなとことかってい,いんだけどなんかああいうとことかに行って、なんか、うん、まあ、もし仮にやれるんだったらキャンプしたりバーベキューしたりとかしながら、うん、川とか、なんかああいうとこにいたいなっていうのが一つ。で、もう一個は旅行かな。夏の旅行。やっぱなんか式に合わせてさ、それぞれ結構行きたいとことかなんかあるじゃないですか。そうだから、夏はね、ただね、まあ、もう7月終わるでしょ。で、8月お盆とか来るじゃん。で、その後ってなるとさ、 台風多いじゃん。そうだから、ちょっとね、この前も色々調べてって、まあ、海外も含めてとか色々見てたんだけど、例えばあの、沖縄っていうか、まあ宮古島とかね、あの、例えば奄美とか、ああいうとことかもさ、もう僕島好きなんで、そう思ったんだけど、特に国内の南の方は、その台風が怖くて、旅行ちょっといつ行っていいかわかんないんだよね。そうだからまあ、9月なってから、 過ぎてからとかの方がいいのかなとか、なんかちょっと思ってたんだけど、まあそういう旅行は一個したいのとかはあるかな、うん。もうそれぐらいかな。うん、夏でっていう。まあ夏祭りとかは、まあタイミングで行けたらいいけど、しんどいから帰りも人多いし、うん、そう考えるとなんか気軽に旅行とかそんなの行きたいなとかって思う。はい、そんな感じ。 次。次が TKG のおすすめアレンジありますか霊醤油の代わりにごま油塩。ごま油塩卵にああまあ、合わなくはねえだろうな。ああ、そう。なるほどね。俺はね、アレンジはないんだけど、もう超ベーシックにいい卵を買って、まあ、こだわりのある卵かけ用の醤油を買う。これが一番。うん、あのー、卵なんて結構ね、いろいろ、いろんな地域から出ててさ、 まあ僕も実際にスーパーとかで買うっていうのはあんまないけど、まあ、あの、取り寄せみたいな形とかで、卵って、まあ、あの、頼めるじゃん、通販で今、いくらでもね。で、まあ、高いとはいえ、卵の高いって、別にそんななんか、1万円しますとか、イチゴとかさ、ああいうこう何、メロンとかさ、ああいうぐらいまでではないから、1000円とかぐらいで、まあ、例えばこういうパックで、頼んだり、ちょっといい卵、濃いなとか、いい卵を買うじゃん。で、 それに、卵かき用の、ちょっと濃いめの醤油をかけて食べるっていうのが、もうベスト。これマジうまい。ただ、ま、最近その卵まで取り寄せてっていうのはわざわざちょっとやってないけど、ま、近くの、あの、ちょっといいスーパーとかで、ま、あったらいい卵買おうかなとか、そんなレベルだけど、そう、それが一番うまい気がする。いや、わからない。こういうアレンジもうまいのかもしれないけど、もう僕はもうベーシックに、 それかな一時期ね、大葉かけるみたいなの好きだったんだよ。大葉さ、売ってるじゃん。あれ細かく切って、パラパラパラみたいな。僕もともと大葉とかシソみたいな味好きなんで。で、醤油かけて卵でとか好きだったんだけど、最近そんな、んかその、いろんなアレンジもやらないから、もうベーシックに、そ、特に醤油はマジ変わる。うん、あの、いろんなところで売ってるじゃん。そういう、あなんかおしゃれなさ、調味料屋さんみたいなの結構あるじゃん、最近。ああいうとこで、いい卵かけ醤油を買うと、だいぶ味が変わるっていうのは、ありますね。 はい。そんな感じかな。次。次が好きな人からの LINE の返事がない時の対象を教えてください。付き合ってない2回遊びに行った。うーん、ない。全くないってこと。遅いとか、頻度が少ないとかじゃなくてあー、厳しいかもね。もしかすると。うん、まあ、現状興味はあんまりないのかもしれない。この質問者の方に、その好きな人が。だから、そうなった時っていうのは、もうね、何もしないのがベスト。なんなら他の女の子と遊んでた方がいい。 あの、で僕はもう、これまでの経験上、えー、そう思ってます。はい。僕なりのベストなのはそうじゃないかなと思ってて、あの、その人に、例えば、オイラインしたりとか、なんかこう、元気とか、そんなにやったりとかさ、まあ、あと、その人が、あの、とインスタ繋がってて、その人が載せた、好きな人が載せたインスタのストーリーにさ、なんかリアクションしてみたりとか、そういうのって、あの、基本、うざがられるのね。それで、その好きな人が、あ 連絡をオイラインしてきたら嬉しいってなることって、まあないのよ。正直。だからそれぐらいの思う人だったらそもそも連絡返ってきてるから、ないのよ。そうだから、そういう時はもう何もせず、もう一周回ってくるのを待つしかない。あっちが、あ,のあ、そういえばあの人元気してるかなとか、わかんない。他にいい人がいて、その人とうまくいかなくて戻ってくる可能性もあるしさ。そんな感じで、とにかくもう、なんかタイミングが回ってくることを待ちつつ、まあ自分もね、要は、ちょっと寂しい思いをしちゃうから、まあもう、 適当な感じで、その、他の女の子と遊んでるぐらいが、いっちゃい。正直。で、かつ、そういう、あの、あんまりこう、なんていうのあの、こう、無気にならない姿勢で、まあ、なんとなく適当に遊んでるみたいな時の方が、いっちゃモテる。余裕出ちゃってんだよ、そういう時って。こう、こうなっちゃうと、連絡来ない。 ああとかなっちゃうと、ダサ、ダサいのに男って。ダサくなってんのよ。もうその、全部が。そうなんだけど、あーもう俺、この人のこと無理だわ。もう一旦もう的。あーちょっと広い遊べる子探そうみたいな時の方が、くっそモテるって結構あるあるだと思うから、あのー、他の女の子と遊びなさい。はい、もうこれが、えっと、私からの答えです。以上、明日。